どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度問21から問30までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。問21番です。ここからはですね、第2章の内容、体の構造についてのところがですね、結構出てきますので、皆さんここは大丈夫でしょうか？いけますか？頑張っていきましょうね。はい、それでは見ていきましょう。問21番。航空に関する以下の記述のうち、まずは誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは1番となります。歯間の表面は象牙質で覆われ、体で最も硬い部分となってますよというところなんですけど、これ、まず歯間というのは大丈夫でしょうか？歯の出っ張ってるところを歯間、そして歯の埋まってるところを歯根と呼んでおりました。そしてその歯間の部分については、エナメル質でできておりますので、象牙質ではありません。一番表面をエナメル質、そしてその内側を象牙質となってますので、そのエナメル質は私たちの体で最も硬いところになりますから、この歯で私たち骨とかも噛み砕くこともできますので、すごく硬いんだなっていうところで、象牙質ではなくエナメル質になります。それから2番とか3番とか4番もですね、例えば2番の絶乳と、それから未来の、ここもですね、逆に聞いてきたりしますので、間違えないようにしておいてくださいね。そして3番のところでも、リドチームだったりとか、大丈夫でしょうかね。そして4番の口腔内の pH がほぼ中性、これも酸性、中性、アルカリ性、いろいろ聞いてきますので、間違えないようにしておきましょう。ということで、こちらはですね、1番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問22番です。消化器系に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。まず、あはいいですよね。そしていなんですが、膵臓は弱酸性である膵液を十二指腸へ分泌していますよとあるんですけど、膵臓というのは、今ちょっとこちらに絵描いてみました。ちょっともうごめんなさいね。一筆書きみたいな感じで大変申し訳ないんですけど、十二指腸、小腸の十二指腸がありまして、そこのところにはですね、ファーター乳頭という、あ、これ登録かもしれないですけど、そういった、つながってる管がありまして、そこはですね、肝臓からの胆管や、膵臓からの膵管がつながっているところになります。まあ、あともっとちっちゃいのがつながったりするんですけど、まあ、ちょっとそれはいいとして、まあ、つながってるんですね。で、膵臓、今回、膵臓のところからですね、膵液というのを分泌してます。膵液を分泌してます。で、その膵液については、何性かというところなんですね。そう。で、今回こちらは、膵液は、弱酸性ですよとあるんですけど、これ、弱アルカリ性になります。弱アルカリ性です。アルカリ性。そうなんですよ。なんでって言ったらですね、何かというと、これ、小腸上、胃が繋がってますよね。胃のところから、これ、胃液が出てくる、流れていくんですよ。で、胃液というのは、胃液は何性でしたっけ？そうなんですよ。胃液は強酸性になりますよね。ちょっとごめんなさいね。書くとこないで。こちらに書きますね。胃液というのは強酸性です。強酸性。強酸性ですね。強酸性になります。なので、この強酸性の物質を弱アルカリ性で中和して、そして最終的にお尻の方から出していきますから、なので、ここはですね、弱酸性ではなく弱アルカリ性になります。ということで、ここ誤りですね。そして、ウなんですが、ブドウ糖は主に大腸で吸収されて、血液によって、肝臓に運ばれてグリコーゲンとして蓄えられますよ。これも誤りです。何かというと、ブドウ糖、食事からですね、私たちは糖質、例えば炭水化物とかを取っていきますよね。で、その炭水化物は私たちの体にある消化酵素の働きによって、ブドウ糖、いわゆるグルコースというものに変えていくんですけど、それらをですね、今度はこちら、消化管のところから吸収して、そして毛細血管、ごめんなさい、ちっちゃくてごめんなさい、毛細血管を通して、そして門脈、ごめんなさいね、これもしたいですね、門脈を通して、そして、
肝臓のところで、ちょっと色変えましょうか。肝臓のところでですね、ブドウ糖はですね、こういう感じで一つにまとまって、グリコーゲンという形で蓄えられていくんですよ。そうなんですね。ブドウ糖で吸収し、ブドウ糖という形で血管通って、毛管ってなってますね。ごめんなさい。毛細血管ですね。まあ、ダメですね。ごめんなさいね。これ血管ですね。血管。血管通して、門脈、血管の集合体の門脈のところを通して、そして肝臓のところに運ばれて、そして肝臓でグリコーゲンという形で蓄えていきます。ということで、このグリコーゲンがですね、肝臓で、糖質を蓄えているものなんだなというところで理解しておいていただきたいので、なので今回これ大腸ではなく、小腸だったりとか、十二指腸であれば正解となりますので、まあ十二指腸じゃなくても小腸ですね。小腸であれば正解となりますので、こちら、うは誤りとなります。はい、そして、えは正解、6メートルから7メートル、十二指腸、空腸、快腸の3つに分かれますよ。ここもよく引っ掛けてきますので、気をつけておきましょう。ということで、3番が正解となりました。では次行きましょう。今度は問い23番です。呼吸器系に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。では、あなんですが、呼吸器系は、口腔、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺からなっており、そうですね。そして、気管、気管支、肺までの部分のことを、上気道ではなく、下気道になります。いいですか、上気道ではなく、下気道になりますので、ここのところも間違いないようにしておきましょう。はい。そして、次は、糸。これは正解ですね。そして絵なんですが、肺胞は毛細血管と間質を取り囲み、支配している組織でありますよとあるんですけど、これ違いますね。あの間質は毛細血管と肺胞を取り囲み支配しているということであれば正解となりますので、これ肺胞と間質が逆になりますかね。ということで絵は誤りなので、答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い24番です。循環器系に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは1番が誤っております。どこかというと、心臓の内部は上部左右の心室、下部左右の心房の4つの空洞に分かれており、心室で血液を集めて心房に送り、心房から血液を白質しているよとあるんですけど、これ違いますよね。そうなんですよ。何が違うかというと、よく見てください。心臓。もう一回心臓の絵をちょっと描いてみました。まあ、ちょっとハートマークで簡略化させてもらいますけど、心房というのは上部左右の心房、下部左右の心室になりますから、ここ今回は心房と心室が、全て逆になってきますので、一番は誤りですね。ということで、房というのは狭い部屋、室というのは広い部屋になりますから、なので私たちは狭い部屋に血液入れて、そして広い部屋に血液通して、そして、血液をいっぱい溜めてドカーンという形で、動脈を通して血液を流していきますから、なので、この室というところは広い部屋なんだなと、広い部屋に血液溜めてドッカーンって流していくんだなっていうイメージ取っておいていただくと分かりやすいかなと思います。ということで、1番は誤り、そして2番3番4番もですね、ここもよく引っ掛けてくるところありますので気をつけておいてくださいね。例えば2番の、血小と、血液は血小と血球となりというところで、これもですね大丈夫でしょうかね。そして3番の、白血球、これは免疫に関係しますよというところで、これ別の白血球とか血小板で引っ掛けてきますの、白血球じゃなくて赤血球とか血小板で引っ掛けてきますから気をつけておいてくださいね。そして4番の脾臓についても、これ脾臓じゃなくて別の臓器の名前で聞いてくることもありますから気をつけておきましょう。ということで、問い24番は誤っているのは1番となりました。では次行きましょう。今度は問い25番です。泌尿器系に関する以下の記述の正誤について、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。あーは正解、いいなんですけど、副腎は左右の腎臓の下部にそれぞれ付属し、皮質と髄質の2層構造からなりますよ。なんか合ってるような気がする、なんですが、ただ違うんですね。これ何かというと、腎、
副腎というのは腎臓の上ですね、上部についてるんですよ。下部じゃなくて上部になりますから、なのでここ、下部じゃなくて上部というところになりますので、いは誤り、そしてうは正解、そしてえなんですが、膀胱の、出口にある膀胱括約筋が、収縮すると同時に膀胱の、膀胱壁の排尿筋が緩み、尿が尿道へと押し出されますよとあるんですけど、違いますね。何かというと、私たちの尿、ですね。尿なんですが、私たちの尿を、例えば出すとき、これ今膀胱と考えておいてください。膀胱と考えていただいて、尿を出すときっていうのは、膀胱括約筋、ここの、膀胱をキュッと締めたりとかね、緩めたりしている、この輪っか状になって、キュッと締めてるね、こう輪っか状になって、キュッと、輪っか状になって、キュッと締めるじゃないですか。キュッと締めるところが、括約筋というところになります。で、その括約筋が、緩むと、おしっこ出てきます。そして、この排尿筋、青く書いてるところ、排尿筋なんですけど、排尿筋がギューッと収縮すると尿が出るようになりますから、今回は膀胱括約筋がキュッと収縮、そして膀胱の排尿筋ですね。排尿筋が緩むって言葉、この二つは、尿が出なくなってきますから、蓄尿に関する記述になっちゃいますので、しっかりと括約筋と排尿筋の位置関係確認をしておいてあげてください。ということで、エヴァ誤りなので、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い26番です。目に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいというところで、こちら答えはですね、4番が正解となります。4番が正解ですね。あと、いが違うんですが、あはですね、水晶体の前にある、角膜が、水晶体の前にある角膜ですね。そうですね。角膜が前にありますね。瞳孔を三大縮小させて、そして、眼球内に入る光の量を調節してますよ。これ、光の量を調節しているのは角膜ですか？って言ったら違いますよね。何かというと、水晶体の前にあるのは、確かに角膜なんですけど、それ以外にも前にはいろいろあります。で、今回ここ、光の入る量を調節しているのは、光の入る量っていうのは、瞳孔をですね、瞳孔を、大きくしたり小さくして、光の量を調節しているところは何かって言ったら、これは、角膜ではなく、虹彩になります。いいですか？虹彩です。はい、このあたり、間違いやすいので、ぜひぜひですね、もう一度、私こう受験対策講座とかでも YouTube 配信全部やっておりますので、ぜひそちらの方を確認していただいて、目のところですね、目のところを確認していただいて、もう一度仕組みのところを見ていただきますと、あ、虹彩ってここだったなとか、あとは水晶体ってあ、これだったなというところがわかると思いますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。ということで、こちらは角膜ではなく虹彩であれば正解です。はい。そして、いなんですが、遠くのものを見るときには、水晶体の周りを囲んでいる毛様体が、視観するため、水晶体は、丸くなり、厚みが増しますよ、とあるんですけど、これ違います。毛様体が視観すると、水晶体は薄く扁平になります。薄く扁平になることによって、遠くのものを見えるようになりますから、なので今回、丸く、厚みが増すと、これは近くのものを見るような形になってしまいますので、そこが違ってきております。ということで、いが誤り。そして、う、眼球は、6本の眼筋。これ6本を4本とか他の本数で聞いてきますので、気をつけておきましょうね。ということで、A も正解となりますし、なので答えは4番が正解でした。では次行きましょう。問い27番です。鼻及び耳に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。内耳の下牛は、水平、垂直方向の加速度を感知する部分と、カードの回転や傾きを感知する部分に分けられない部は、リンパ液で満たされておりますよ、というところなんですけど、こちらについては、下牛ではないんですよ。下牛というのは、聴覚器官です。いいですか？下牛というのは、聴覚器官です。聴覚器官ですね。になります。聴覚器官になります。
なので、今回こちらはですね、自責期間や、それから範期間はですね、これ前提に関する記述になりますから、前提ですね。なので、ここのところを間違えないようにしていただきたいなと思います。前提ですね。に関する記述になりますので違います。はい。ということで4番が誤ってる内容となりました。では次行きましょう。問28番です。外比系に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。あーは正解、E なんですけど、これ表皮は、繊維が細胞とその細胞で産生された、繊維性のタンパク質、コラーゲン、フィブリリン、エラスチンなどとかって書いてあるんですけど、これ表皮ではなく、真皮です。いいですか？表皮ではなく、ちょっとごめんなさい。書くとこないので、ここに書きますね。真皮になります。そうなんですよ。なので、ここ、いは誤り。それから、う、汗腺にはアポクリン腺、それからエクリン腺ありますけど、ただ、アポクリン腺と、それ、そして、液化などの、毛根部分のみに分布する、エクリン腺とあるんですが、これ、アポクリン腺は体臭腺と呼ばれますので、脇の下の液化などにですね、多く存在しておりますから、なので、これ、アポクリン腺とエクリン腺が逆になりますので、気をつけておきましょう。ということで、うは誤り、そしてえは正解なので、3番が正解となりました。はい。では、いいでしょうか。次、問い29番です。骨格系及び筋組織に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から1つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。まず、あなんですが、これは正解ですよね。そして E については、筋組織はということで、筋細胞とそれらをつなぐ結合組織がなり、その機能や形態によって、骨格筋、平滑筋の2つに分類されますよ。あと1つ忘れてます。心筋です。そうなんですよ。心臓の筋肉の心筋忘れてますので、E は誤り。そして U は正解。そして E なんですが、骨格筋は筋繊維に平滑筋のような縞模様がないよとあるんですけど、ん？これ骨格筋は縞模様がありますよね。そう。で、平滑筋は縞模様、横縞模様はありませんので、なのでこれ骨格筋、平滑筋が逆にまたなりますから、A は誤りとなります。ということで、答えは2番が正解となりました。では最後ですね、問い30番です。中枢神経系に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。あについてはですね、脳は細胞同士が複雑かつ活発に働くため酸素の消費量は全身の約 50% ではなく 20% でしたよね。そう、そうなんですよ。大丈夫でしょうか、ここは。はい、それから E については、だからこれ酸素、何ですか？酸素って O2 って書くじゃないですか？ O2 を逆から言ったら、そう、20って見えますよね。そうなんですよ。ということで、ぜひそういった形で覚えていただくといいと思います。はい。なので、そして E についてなんですけど、これはですね、脊髄は、心拍数を調整する心臓中枢とかってあるんですけど、これ脊髄はですね、皆さん背骨のところに脊髄というのがあるので、これ心拍を調節する、心臓中枢や呼吸中枢があるのは延髄です。そうなんですよ。皆さんのこの首元のところですね、首元のところに、延髄というのがありますので、なので、ここはですね、いわ誤り、これ、脊髄じゃなくて、延髄の記述になります。それから、うーについては、中枢神経系は脳と延髄ではなく、脳と脊髄になりますので、うは誤り。そして、脊髄は脊椎の、外にあり、ということで、脊髄というのは、背骨一本一本脊椎というふうに言っていきます。椎骨ということで、脊椎があるんですけど、その外じゃなくて中にありますので、これ外じゃなくて中となりますから、A は誤りとなります。ということで答えは5番が正解でした。はい、ということでここまでいかがだったでしょうか。第2章やっぱ難しいなと思われる方も多くいらっしゃると思うんですけど、そんなに難しいところは聞いておりませんので、ぜひぜひですね、過去問などをもう一回、やっていただいて、そして分かんないところをもう一回テキストに戻る、そして過去問やって、またテキストに戻る、もう、そういった意味ではですね、何度もそういったところを繰り返すことがすごく重要なので、ぜひぜひ頑張っていただけたらと思います。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などをお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいなと思います。はい。それでは、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。
おー。